モータニッキー、今回は2月の18日に大阪森の宮キューズモールで行われた拳ファクトリーフィフスシングル「これからだ明日天気になーれ」の発売記念イベント行ってきました。ミニライブ&握手会ですね。私最近、今年入ってから西成に大阪で引っ越してきて、まあ、行ける距離でイベントやってくれてるってことだったんで、ちょっとフラッと行ってね、ミニライブだけ見てきたっていう感じです。まずミニライブのセットリスト、この日は1回目と2回目と2回公演だったんですけど、2回目だけ見てきました。1曲目がこれからだで MC 挟んで、2曲目急がば回れ、3曲目念にはね、4曲目シャラララやれるはずさで MC 挟んで、もう1回これからだとやったんですけど、ちょっと会場着くのが遅れて急がば回れの途中から見たって感じですね。ただまあ1曲目にあったこれからだをもう1回最後にやってくれたんで、まあまあ見たいものは見れたって感じです。でもそんなセットリストについて語っていきたいと思います。まず、急がば回れ、もうちょっと会場着いた時にはパフォーマンス始まってて、チャリで行ってたんですよ。でチャリ止めながらこう歌を聴いてたんだけど、遠くからでも分かるぐらいやっぱ過去との違いがあったね。急がば回れってこう全員で歌うところが結構多いじゃないですか。だからメンバーが減ったっていうのをすごい感じるような歌声パフォーマンスでしたね。まあ、そうなった結果、すごい広瀬彩香ちゃんの声が強くなってるなというふうに感じましたね。まあ、あとこれは全体通して、イベント全体通して思ったことですけども、まあ、やっぱり拳ファクトリーの曲って耳に残る、目に留まりやすいものが多いんだなと。まあ、ショッピングモールっていうことで買い物途中のおばちゃんとか結構いたんだけど、まあ、結構立ち止まってね、拳ファクトリー面白い名前やねとかってなんか結構楽しそうに聞いてたりとか、あとは子供がすごい釘付けになってな、お母さんに早く帰るでとかって引きずられながら帰り寄る子とかいたり、まあなんかそういう分かりやすい曲がたくさんあるっていうところはやっぱりテンポでイベントやる際の強みになるなと思いますね。でその次3曲目念にはね、順番に最初ソロパートがありますけども、和田桜子ちゃんだけちょっと少なかったね。ただまあそんな中でもたまに歌った時にやっぱ上手くなってるなと感じるわけですよ。5人の時のジュースジュースの宮崎由香ちゃんを見てるような気分で、他の4人に引き上げられるような形で和田桜子ちゃんも急激に成長していると。まあ、しかもそんな和田桜子ちゃんの成長がグループの歌唱力の底上げになるから、まあ、そういう個人にしっかり目が行くっていう、まあ、メンバーの数が減ったことの良い点かなというふうに思いますね。でその次シャララやれるはずさ、なんかね今回のその森の宮キューズモールイベントを行ったところはコールとかジャンプが禁止されてたんですかね。まあ、ちょっと私最初のアナウンスとか聞いてないから明確に禁止されたかどうかわかんないんだけど、まあ、オタクがみんなおとなしかったんで多分そうなんだろうなと。まあ、だからちょっと盛り上がりに欠けるパフォーマンスだったなというふうに思うんですよ。やっぱそんな姿を見て拳ファクトリーにとってその、まあ、寂しいというか閑散とした雰囲気っていうのはもう大敵ですよね。8人だった時期から、まあ、やっとこさシングル1枚出そうとしてるぐらいだからまだ新体制として良さをしっかり打ち出せてない状態じゃないですか。だからどうしても8人時代過去との比較で寂しくなったなとこう感じやすくなってるからね。でそれがコンサートとかライブだったら照明設備とかでねいくらでも盛り上げれるわけですよ。まあ、特に今年の年始に行われてた2018年の冬ハロコンではすごい照明で頑張ってたからな。まあ、しかし屋外イベントだと、まあ、なかなかそうもいかないと。それでもなんとかこうステージを盛り上げてやろうっていうオタクの必死さが拍手から伝わりましたね。頑張ってパチ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 手叩いてましたから。で最後これからだ、まあ、今回のシングル曲ということで目玉ですけども、まあ、最初にキラー欲しいってなんかあの振り付けをこうやってほしいっていうのでメンバーからのレクチャーが MC 中にあったんで、まあ、オタクもそれ真似したりとか、まあ、あとはもう元からこう拍手で盛り上げるっていう風になってるところがあるよね。最後のこれからだのとこ、もともと拍手で盛り上げるところ。あ、そうか、言うんかな、オタクが。ハロコンどうだったかな、ちょっと覚えてないけど。まあ、拍手ですごい盛り上げれてたから、まあ、シャララに比べると盛り上がりに関してはもう全く文句なし。ただ、個人的には、和田桜子ちゃんのラップと、井上玲ちゃんのボイパが、まあ、若干弱かったかなと。その音響設備の問題なのか、あまり声が乗ってなかったね。ちょっとあんま詳しくないんで、その設備でなんとかなるもんかわかんないんだけど、これからだにおいて、サコラップ、レイレイボイパはかなりちょっと重要なポジションだから、やっぱりいろんな要素を詰め込んだ、今の拳ファクトリーの精一杯ですっていう、そういう点が私はちょっと曲いいところだなと思ってるから、なんとかしてちょっと改善してほしいなと。まだいくつかこうイベントとかあるでしょう。まあ、その辺なんとかしてくんないかなっていうのはちょっと思いましたね。まあ、歌パフォーマンスとしてはそんな感じでした。で、途中
中 MC 挟みましたけども、そこはひたすら今後のイベントとライブの宣伝ばかりでしたね。やっぱり今回のシングル発売が約9ヶ月ぶりで、まあ昨年は椿ファクトリーのデビューということで、椿ファクトリーの年っていう感じになっちゃってね。でまあ他のグループもメンバー増員とかがあってすごい盛り上がってた中、ちょっと拳ファクトリーだけおとなしい感じがあったから、なんとかここでもう一回事務所に振り返ってもらおうみたいな、まあ、グループ復興のチャンスとしてすごい必死になる気持ちはわかるなと思いながら見てました。で来週北海道でやるからね、北海道ぜひ見に来てくださいと、雪を見るついでに来てくれって言ってましたからね。でも一応大阪では3月の最初にアベノフープでまたミニライブ&握手会があるみたいなんで、それはまた無線イベでしょまあフラットよってまた見てこようかなっていうのと、あと4月の末に、ライブハウスありますね。拳ファクトリーの単独行ったことないんで、まあ、ちょっと行きたいなというふうに思っております。でまあその後握手会ありました。で私はもう今ちょっとニートなんで上から眺めてただけなんですけども、やっぱり屋外イベなんで寒そうでしたね。上着はもらえてたものの完全にそれだけで、まあ、モーニング娘。とかだったらな、なんか他にこう周りに壁作ってもらったりだとか、足元にヒーターの一つでもこう置いてくれたりするんですけども、で拳ファクトリーはそれがなくて、でオタクもそこそこ集まったら200人か300人ぐらいだから、まあ30分か1時間ぐらい握手してたんで、やっぱああいう姿を見るたびにアイドルは大変な仕事だなと思いますねでまあ最後に来てたオタクたちと集合写真撮って終了。あの広瀬彩香ちゃんがブログに上げた写真に微妙に私が写ってるんで、まあ探してみてください。そんな感じで拳ファクトリーのミニライブを見てきましたと。まあちょっと大阪引っ越してきた理由がね、その辺無線ライブ片っ端から行きたいっていうところがあったんで、まあ行けるものは全部攻めていこうかなと思います。今週末2月のいつだっけ、ちょっと金曜日椿ファクトリーがアベノキューズモールでミニライブやるっていうんで、キューズモールぐらいやったらチャリでほんと10分ぐらいできるからな、それちょっとまた見に行こうと思うんで、見てきたらレポ動画あげます。では今回は以上です。ありがとうございました。